私ごときが皇帝なのだ。ハハハハ。長い一日が終わろうとしていた。夜が明ければ俺はこの星を出ていく。感じるんだ、あの空で何かが俺を待っている。だから俺は宇宙に行く。私の目的は伝説の惑星エデンじゃ。人間というものは実に愚かな生き物だな。真実だ。行けばお前は全てを知る。そこはお前と私の旅が始まった場所だ。いつかこの星のみんなを救ってみせる。妹も守れないお前がブルカカの戦士長とはな。クソ、私にはミリー。大秘宝が眠る幻のユートピア、そこには永遠の魂すら存在すると言われる。みんな仲間でしょ。私たちは一人じゃない。私この場所が大好きなんだ。どうしてかな、星を見てると心が落ち着く。宇宙に行くことが俺の夢だった。そして俺は望み通り宇宙へやってきた。俺の想像通り、そこにはすげえことが山のように待っていた。追放されたんだ。村の掟を破った罰だってさ。私は絶対に諦めんぞ。アンさんのその目、紛れもない海の男の目や。ブルカカ族の村に行けって殺されるぞ。戦士は愛する者との別れを乗り越えたとき本物になる。